はい、どうも、あっちゃんです。今日も楽しく暗号資産&投資に関連する情報を配信していきます。よろしくお願いいたします。で、今日ですね、ちょっとね、冒頭に、このブランチオブザセントラルバンク、セットオブファイヤーインザペケペケレバノンということでですね、レバノンの中央銀行がですね、なんか放火されたといったようなね、ニュースが飛び込んできましたよね。もう皆さんもうご存知かもしれないですけども、はい。まあ、中央銀行ね、放火されたということで、まあ、実際にね、銀行のその仕組み組織、業務がね、止まるってことはないと思うんですけども、まあ、ここにですね、に関して、ちょっとね、ビットコインの人気高まるんじゃないかみたいな、論調がま、出ていたんですけども、まあ、あんまり関係ないかな、みたいなところをね、ちょっとね、お話ししていきたいと思います。はい。私、あっちゃんの秘密の部屋で動画配信してます。もう少しで、なんとチャンネル登録者数2000ということでですね、ぜひ、右下のチャンネル登録スターボタンをですね、押して、資金を宇宙に飛ばしていきましょうということでですね、よろしくお願いします。はい。まあ、通貨暴落に、まあ、起こったレバノン人ということで、まあ、中央銀行に放火したといったようなニュースですね。で、まあ、法定通貨、まあ、レバノンのね、法定通貨の下落が止まらないということで、レバノンの法定通貨、レバノンポンドっていうみたいですね。で、1ドルにつき5000レバノンポンド、まあ、取引されてるみたいなんですけども、その4月以降ですね、まあ、20% の下落というようなことがあったみたいです。で、まあ、レバノン政府もですね、1ドルあたり 1.507 レバノンポンドにこうペッグしようとしたけれども、あまり効果がなかったということですね。で、今年の1月と比較したら、230% 下落しているということで、まあ、日本円で言うとですね、まあ、円の価値も、ね、下がるというようなことに似てはいるんですけども、でそれでね、まあ、法定通貨ではないデジタル通貨、まあ、ビットコインに注目が集まっているというようなことみたいですね。で、まあ、そのレバノン中央銀行もこうドルの、ね、市場への供給を開始ということみたいなんですけども、まあ、まあその時すでに遅しということかもしれないですよね、うん。で、まあ、レバノンなんですけども、まあ、いろいろとですね、こうデフォルト危機、まあ、そういったね、まあ、債務不履行、まあ、デフォルトですね、要はね、まあ、経済の不振で、まあ、財政が悪化しているということがね、まあ、時折報道されてはいるというところではあるんですけども、まあ、結局ですね、まあ、古豪中東、このレバノン自身も何でこう経済を支えているか、GDP 高めているかといったところはね、若干こう微妙ではあるんですよ。で、まあ、大体こう2015年ぐらいですかね、これのこのレバノンの GDP ですね、これ大体 566.4 億ドルなんで、大体5兆ぐらいですか、5兆円ぐらいの、まあ、国の GDP ということで、まあ、非常に小さいですよね。まあ、紛争も多いのかもしれないですし、まあ、石油なのかな、何をこう資源に国としてね、こう成り立っているのかといったところはちょっと若干ね、微妙ではあるんですけども、まあまあ何が言いたいかというとあれですよね。ここで結局、まあ、規模が小さいというところと、そのここのね、資金からビットコイン流れたと言っても、まあ、当然ね、まあ、富裕層がねどれぐらいいるか、その富裕層がどうビットコイン飛びつくかといったところね、非常に重要かなとは思うんですけども、まあ、非常に小さいパイなので、ここに対してのこうビットコインが流れるというのは、あ、若干ですね、微妙かなというところではあるかなと思います。もう何度もねデフォルトもしていますしね。で、まあ、もう一個ですね、まあ、アルゼンチンもね、債務危機ということで、まあ、デフォルトしましたよねと、まあ、これもですね、まあ、過去何回目だといったようなところではあるんですけども、9回目でしたっけね、まあ、先日ですね、これ起きましたよね、先月だかな、9度目のアルゼンチン政府のデフォルトで、このアルゼンチンに対してもやはりですね、ビットコイン熱が高いみたいなことをね、言ってはいるんですけども、まあそもそもですね、この富裕層、アルゼンチンの中での富裕層がどこまでこう法定通貨を見てこうビットコイン暗号資産流れるかといったところはね、ちょっとね、まあ、パイが小さいですし、若干微妙なのかなとも思います。ただこれまでのよりも GDP かなりですね高くて5199億ドルということなんで、まあ、レバノンに比べると、まあ、それなりの、ね、規模かなと思います。まあ、アメリカからの、ね、まあ、輸出などもあるかもしれないですしね、はい、このあたりが、まあ、こういった、ね、古豪が軒並みですねデフォルトを起こしていると、まあ、経済的かなり破綻しているといったところですね。まあ、そこに対してちょっと、ね、ビットコイン熱が高まるというようなところは、まあ、若干ですね微妙かなというふうにちょっと見てたりしてます。続いてですね、まあ、とは言っても、そのビットコインの人気が高まるというような話も、まあ、継続してあってですね、まあ、去年の6月の、まあ、驚異的な上昇再びということで、あのビットコインのですね、アクティブのアドレス数が、まあ、1年ぶりに大台回復ということで、あのアドレスが100万ですね、100万
アドレスを、まあ、1年ぶりに突破したということですね。まあ、このビットコインアクティブアドレスを、まあ、リアルタイムに、まあ、関しているこのグラスノードですね。グラスノードを見てみると、まあ、100万を突破している推移がね、見れるかなと思います。こうね、今後のビットコインの上昇を示すサインであるというようなこともね、言ってる人もいますけども、まあ、私はですね、ちょっとね、短期は、正直ね、あまり見てないので、まあ、長期的な目線で考えているので、まあ、いいんですけども、はい。まあ、これはこれでね、やはり少なからず、まあ、小口のお財布、ウォレット側も増えてるのかなというようなね、印象かなと思います。で、まあ、ここからですね、まあ、アクティブなユーザー、またはその、ウォレットの数がね、増えるということだと、まあね、過去の最高価格ですね、2万8000ドルに到達するという予想もね、してる人もいるんですけども、さて、2020年どうなることかと。まあ、いずれにしてもですね、この株金融バブルが今起きているので、まあ、今後ですね、上昇していく流れにこの暗号資産もね、乗っていけるかといったところが非常に注目かなと思うんで、まあね、継続見ていければいいかなというふうに、まあ、思います。はい。で、もう一つちょっと見ていきたいと思うんですけども、またですね、まあ、セック界隈がちょっとね、にぎわってきましたと。この、まあ、セック、皆さんもご存知かもしれないですけども、もう証券取引委員会、セックですね、アメリカ米セック。まあ、ビットコインの投資信託を新たに申請していることが分かったと。まあ、セックに対して、まあ、ファンドがですね、申請していることが分かったといったところですね。その、まあ、現物のビットコインを裏付ける資産とするといったような投資信託みたいですね。このウィルシャルフォニックス、まあ、ウィルシャルフォニックスってよく聞いたことありますけども、まあ、このあたりのね、投資信託も、まあ、今後ね、どうなっていくのかといったところがね、まあ、この今のね、バブルですね。まあ、ハイパーインフレまでは起こらないですけども、インフレ、まあ、この金融緩和したこのバブル基調に乗ってですね、こういったね、ところがま、出てきてるかなと思います。でも、ウィルシャーフォニックスといえばね、まあ、以前、こう、ビットコインのね、ETF の申請を試みた、まあ、ファンドかなというふうに思いますけども、まあ、結局、非承認でしたと。ただ、まあ、今後ですね、セックもですね、その立ち位置として、まあ、トランプのね、再選とか、まあ、米大統領、米政府、既得権益、あのあたりも、もう絡みつつですね、まあ、今後こういったね、ETF もそうですし、ビットコインの追い風となる一つ二つの材料が、まあ、出てくればね、よろしい、いいですよね。楽しみですよね、といったところじゃないかなと思います。はい。はい、ということでですね、ちょっと最近は動画のアップがですね、ポツポツ一日抜けることがちょっとありますが、ちょっと私自身ですね、まあ、いろいろ生活のスタイルをちょっと変えてまして、より自分を追い込むというような形でですね、まあ、体を鍛えてもおりますし、そしてですね、いろいろなチャレンジ取り組みもまあ継続しておりましてですね、よりこのコロナの中で、まあ、人生一番ですね、自分を成長させようとこうシフトしているといったようなところではございます。はい、皆さんですね、まあ、私ごときで感化されるというか、まあ、コロナのいい機会ではありますので、ぜひですね、今までにない自分にこうチャレンジして、そして継続していくといったところをね、やっていければいいんじゃないでしょうか。はい、私のね、毎日動画アップと後と一緒にですね、皆さん成長していければよろしいんじゃないかなというところで、はい、今日はね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。